あっぱれやってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当城島茂です。城下城本です。井上です。川北舞子です。小島真子です。さあこの番組では毎週月曜日から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなど様々なジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。何かいいことあったんですか、まやちゃん。なんであった、あったの、なんかあったんですか、あった、あったやろ。いや今日始まる前、みんなの分お茶を、確かにね、全員の分を飲んで。俺のもまでですよ。俺なんか今まで一回も言われたことないですけど。違います、違います。違うの、リーダーいつも飲み物飲んでるけどなかったから飲むかなと思って入れたついでに、ついでですよ、たまたま。俺は今何も言ってない。井上が初めて入れてもらったって言ったのに。違う、井上さんは俺いらないって言われた。いやいや、だよね。だけど、いや、それがなかったって言って、2年間。そのなんていうの、優しさ、事前の優しさが。いや別に何もないんですけどね。隣の河本、隣の席の河本はよく入れてるなって言いますけど、我々あんまないですよね。ないです。ごめんなさい、気をつけます。だからいいのことがあったの。なんかあったのかな。何もない。充実してるんじゃないですかね。まあこのいいね、2週間なんかね、ありました。なんかあったんですよね。でも元気ですよ。臨時ボーナスもらったとか。ああ、欲しい。この時期、この時期超何のボーナスなの。ボーナス欲しいです。でもなんかあったんちゃうの。ドラマもね、順調にこうね、放送されてあれしてますし、何にもないの。なんかあの念願の歌手デビューが決まったんですとか、誰かに会えたんですとか、有名なね、欲しいものが買えたんですとか、何もない。ああでもなんか新しく番組をやる。マコがちゃんと来たから今日かな。本当すいません。全員揃ったから嬉しいってことで。嬉しかったのかもしれない。みんなに会えて、そういうことなのかもしれない。よかったです。はい、え、はい、あった、いいこと、いいことですか。あでもこれのこの3月17日今日、卒業式はもう終えました。あ、終わった。ここ卒業しました。おめでとうございます。それはすごいじゃん。卒業生代表として。高校出るんか。ないですよ。だからもう肩書きに学生ってそうなんですよ。なれへんやん。はいはいはい。あ、大学はもう行かないっていうことですか。そうなんですよ。学割じゃないの、もう。そうなんですよ。学割が効かない。そう、映画も高校生チケット買えないんで。そうね。そうなんです。そこが一番びっくりでした。すべてまあ大人と言われる。そうそうそう。でも大学生の年齢っていうだけじゃダメなんですかね。通ってないとダメですかね。学生通ってないとダメ。学生証がないとダメですからね。大学生も学生なの。学生です。大学生という学生ですから。でもなんか学生割引、大学生の割引あるよね。そうそうそう、なんかちょっと別だよね。高校生までの方がちょっと安いイメージだけど、大学生はまた違う。でも一応なんかあるはある。例えば専門学生って何。まあ専門学生、専門学生、専門学生も大学生と同じくくりだよね。割引があると思います。研修生はどうですか。何の学生ですか。 AKB の研修生です。研修生、 AKB お仕事みたいな。仕事の研修生。いや、ダメだと思う。もうダメ。あ、学じゃないとダメです。学生じゃないとダメだと。生と学で分けてる人いないんです。あれはどうなんですか。学習院はどうですか。学習院はもう学校ですか。でも学生、学がつけばいいんじゃない。学校ですから。わかんないけど。学習院という学校ですから、それは学割でしょ。どう、でももう卒業した自分って。え、でもなんか高校に通ってた実感があんまりないんで、なんか、まだ私中学生の気持ちです。そうだよね。もう一個下がりました。下がりました。なんか中学校は割としっかりなんか行ってた記憶はあるんですけど、高校はちょっとしっかり行けなかった。飛び飛びだから。別になんか思い出もないです、特に。いや、そんなことないでしょ。寂しい。でも修学旅行だなんだって。修学旅行は？行ってないですね。そっか、仕事でね。そうですし、運動会もしてないし。寂しい。文化祭にちょこっと顔出したことがあるぐらいですかね。まあじゃあもうほんまやな。思い出ないな。そうなの、友達もいないし。ジムよりないね、思い出。
事務レベルよね、その街の全然ないやん。そうなんですよ。でもまあそうですね、うん、大人になるんで、うん、大人になります。まあ、これで仕事一本ね、集中できる、はいはい、そうなんですよ、まあ、そうか、もう時間関係なしか、はい、うん、あ、もう何時でも、もう何時でもいいの、はい、あ、そうなんや。働きます。これを機会に、なんかいい機会だから、はい、そのさっきこの間も言ってたけど、うん、車の免許を取ってみるとか、はいはいはい、したいです、ね、いろいろできるから。そうそうそう、うん、大学も、まあ、別に来年行こうと思ったら行けるし。そうなんですよ。そう、ママにそう相談したら、うん、そう、大学はいつでも行けるから、うん、AKB 辞めてからも行こうと思えば行けるもんだよって言われたから、うん、まあ、興味が出たらいつか大人になってからも。どこがいいですか、行くとしたら。あ、ね、いろいろありますもんね。へえ、どうせなら東大とか行きたいよね。確かに私はドクターヘリ行きたいです。ドクターヘリ、だからそれ学校じゃないから。ドクターヘリに、あ、そうだ、なんか医者になりたいって言ってたね。そう、乗れる学校に行きたいです。ドクターヘリに乗れる。それヘリに乗るだけじゃダメ。救急の、今のままだったらあなたが乗る羽目になります。ドクターヘリ、違います。何ですか。、うん、私が乗って助けに行くんです。まこちゃんだけには絶対絶対に助けに来てもらいたくないよ。なんで、もう怖くない。な、大丈夫とか言って出てきそう。いやいや大丈夫じゃないんだよね。ヘリ降りて、そうそうそう、痛いのみたいな。でもポジティブになれるかもしれないですね、患者さんが。いやいやいや、殴っちゃうよね。そんな場合じゃないんだよみたいな感じ。これもリーダーももちろんもう、はい、あの、いつジャニーズに入られたんですか。高校卒業ですか。高校の時ですね。高校の時でしょ。だから大学は行ってないですよね。だから全員行ってないんですけど、これは本当に、まあ、例えば今、まあ、東大って言っちゃいましたけど、受けることは自由なんですか。自由ですよね、うん、あの、出して願書。一回番組で、あの、昔 TBS 系列でガチンコってあったんですけど、もちろん、もちろんしてます、ね、それでなんか、あの、大研ハイスクールって言って、その大学受験を目指そう、3ヶ月で。ヤンキーの子とか、まあ割と今で言うとヒッキーみたいな、はい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 、ような子たちも全員、いろんな子が参加して。ビリギャルのなんか先駆けみたいなことですね。コース、うん、でもやりたいし。合宿してね、うん、先生つけて。うん、3ヶ月 ?3 ヶ月勉強させて、結構いいとこまで行ったんですけど、結果、全員合格できなかったっていう。落ちやったんですけど、それは東大ですか。東大というか、その、大学に。大学、とにかく。ただやっぱりその、間に合わなかったっていう。うん。3ヶ月じゃ無理か。半年とか。いや、無理無理。絶対無理やって。だけど、何もしたこともないような勉強した、ね。なぜそうかって言ったら、うん、やっぱりさ、肉体労働やってて、元ヤンキーで、結婚して子供おんねんけど、この子供のためにちゃんと大学っていう部分行って勉強し直して、もっと給料稼ぎたいっていう思いの子とか、ね、今いるでしょうね、うん、ちょっと自分を変えたいとか、うんうん、なんかそういう子たち集まってね、変えれそうですもん。でも僕、うん、大学結果、うん、目標達成できなかったんですけど、みんな、うんうん、でもそれじゃない何かをみんな得た目をしてましたね、うん、確かにね、頑張ったよこんなにみたいな。落ちたは落ちたけども、うん、けどもその3ヶ月間やったことないんですもんね、そんなことを、うん、そうそうそう、それがなんかね、確かにね、熱かったっすね。もう喧嘩ばっかでしたもん、現場。うわ、大和龍門さんって、あのつるっぱげのサングラスかけたコアムテの先生が来て、おった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 、ちょっとそのリーダーも切れてませんでした。切れてました。俺それ見たことある。いや、珍しく切れてる、あの、うん、おった、ジャニーズとかアイドル関係あるからお前、ああ言ってた、こんなことして腹立つ俺は。すごい、何それ、すごい、うん、だからそこまで入るってことはよっぽど力が、ね、やっぱり自分たち、やっぱりファミリーみたいな気持ちで、現場、3ヶ月ね、ね、うん、そういう元気が出るテレビとかもそうでしたけど、ガチで本当に一般の方を扱ってっていうから、うん、相当この融通が効かないじゃないですか、うん、プロじゃないので、うん、バラエティに出てる人も世間ではね、まあ、何やかんや後の方になってからいろんなバッシング受けましたけれど、うん、やっぱりそんな、例えば予定調和通りにはいかへんし、うん、理想はあっても、うん、理想はこういう風になってくれたらいいな、チャンピオンになってくれたらいいなって思いながら、そうはいかないですよ。いや、まあ絶対、まあそうやね、うん、なんかあの一芸で大学に入れるみたいなのをちらっと聞いたことあるんですけど、ね、ありますよね、うん、ありますあります。けん玉で日本一になった人って早稲田大学に入ったんじゃなかったでしたっけ。なんかその、うん、でも
芸能人もやっぱ一芸で。そうそう、だから広末涼子ちゃんが大学に入ったみたいな感じで、ちょっと一回ニュースになったよね。あれなんで入ったの？あれはマジで恋したからじゃない？誰に？5秒前に。誰が？広末が。マジで恋して5秒前に。何の芸があるのそれに？だギリギリ間に合った。何がっていう芸じゃない？あれ確かずっと前からって言ってたら受かった。けん玉の人、アジア大学か。アジア大学。アジア大学、そうですよね。はい、あ、でもアジア大学多いかも、多いかも。うん。オスカーの子もいるかも。そうそう、うん。だから、受かりますよ。私は歌って踊ればいいですか？フライングゲットって、ちなみにだけど、歌れたりできる？できます、できます。お願いします。本当、ちょっとそこの、すいません。そこの部分だけ。お願いします。フライングゲット。歌って踊ってないじゃん。君プロか。金太郎と同じですよ。金太郎。金太郎のモノマネをしてる。こうよね。金太郎さんよりもレベル低かったけど。くんつのモノマネをする人の次にね。そうそうそう。でも本当にアイドルならアイドルらしいことすればいいってことですか、ね。いや、あるんじゃないですかね。そういう一面って確かあるでしょ。なんか多分あれがあるんだよね。あの作文みたいな。でそう、そういう作文とかに、そうそう、論文みたいなやつに。小論文でいいんですよ。自分のなんか生き方じゃないけど、ね、なんか。いや、そうよ。仕事はいいの。AKB の時の仕事のことをバーッと書けばいいから、一番できるじゃん。そうそうそう。確かに。じゃあ私入れましたね。入れるというか、あの、入ろうと思ったら全員入れる可能性あります。まあまあね。わー、なんだ。まあでも、でも恥ずかしいって、そんなんで入ったら。でも一緒の大学にしようぜ。それはもう、いや、別々はもういい。ねえから。かわいい。いや、それは仲良し。そこは兄弟にしよう。兄弟とかで。なんで兄弟なんだろう。兄弟で。通えないですよ。遠いし。毎日毎日まあまあ、関東にしてよ。まあ、卒業はね、できてよかったね。よかったよかった。ちょっと、まあ、3月17日で、まあ、あのホワイトデー過ぎましたけど、うん、まあ、あの、2人に。いや、もうリーダー、それはやったなんて。よいしょー。すごい。あ、しかもいいやつ。いや、気持ちですけどね。今日ヤマト来てへんやん、ほんで。嬉しい、超嬉しい。今日ヤマト来てへんやん。めっちゃ嬉しい。バレンより全然違う紙袋に入れてきた。それでかーなー。本当だ、全然違う。今日はまた鉄腕ダッシュの帰りで大変ですねって言おうと思ってたで、矢先、はい、違う袋に入れて、カモフラ。いつもね、ジャケットはね、椅子にかけるんですけど、今日着とるんですよ。いや、今日。紳士なんですよ。いや、じゃ今日。今日カッコつけとんなと思ってたんですよ。今日はもう調子乗っとんな。いただいたんで。これは調子乗っとんな。手作りはできないですけど。いや、手作りや。いや、違うよ、これ。メーカーのやつですよ、これ。手作りは。手で書いたんでしょ、でしょこれを。ボディーバーっていうのも。やった、嬉しい、はい、でもね、実はね、河本さんにもね、うん、いただいてたんですよ。あらそうなんです。やって言いつつ、河本さんも。まあまあ、河本さんなんか、みんなが持ってきてなかったら言わんといてなって言って、そう。和菓子をいただきましたね。優しい。なので、井上さんだけにもらってません。そんな、そんな。違う違う。こういうのって、物で あのあれする人と、現金の人といるから。ああ、ね、そっちか。現金、ね。で、井上さんは本当現金主義なのよ。あなるほど。いいかも。1万7000円ずつ。なんなの。いや、すごい金額じゃん。僕が1万7000円すんねん、これ。字がひどい。お金じゃないんだよ。気持ちで言ってんだよ、俺は。これ気持ち100万円だもん。気持ちで言ってんの。だから1万7000円。なんで桁がもう2つぐらい違うの、俺だけ。その1万7000円って何なの。しかもすげえ中途半端な。だから2万円渡して3000のお釣りが来るんだよ、本当に。そうなの。だからそれを言ってんだ、俺だ。増えるの。枚数増えるじゃん。バカがおる。今のうちに戻るときバカがおる。でも、コモさん。渡し方が憎いよね。うん、すごい。誰も持ってきてへんかと言わんといて。いや、リーダーが絶対に一番最初にしてほしいと思ったんです、うん。こういうのはもう絶対リーダーからじゃないと思いましたから。いやいやいや、俺もう考えてもなかったよ。だから、俺本当に片隅にもなかった。ねえねえ、考えて。今からでも遅くない。待ってるわ、そこで。じゃあ今日ヤマトおらんねんって。ヤマト運輸がない、今日は。うん。あの、コーズ急便あります。え？コーズ急便。ダメだって、あの人は。コーズ急便。神津急便が走れます。今日おそばん？今日おそばん。今日いや今日三交代で今日今からだよね朝まで。三交代。神津急三交代ですか？こう急便屋の。ひどい。一番偉い人をパシリにするな。いけるいける。表参道まだいけるから。神津急便。何買ってきてもらうの？神津急便に。やめて本当に行っちゃうから。
から。それも言っとけ。あ、こっちね、なるほどね。それは言っとけ。石の方をね。何石言うてんねん。あるでしょ、高いところ。うん、あれ何でした？そうだね、どこにしようかな。有名な、ほらね。うん、指輪の有名な。ねえ、どこにしようかな。ね、まあでも、近いからね、ドン・キホーテとかもあるし。うん、なんでドンキなの、急に次に。いや、ずるーない、お前。いや、そう。いや、どうせどっかでもらってきたんでしょ。いや、お願いしますよ。ちゃんと私、赤坂練り歩いての和菓子屋さん。いや、これマネージャーさん買ってきたんじゃなくて。赤坂餅って書いてるもんな、うん。そうだと。私はわざわざ赤坂見つけて探して和菓子を、和菓子がいいと思ったから和菓子を探したんですよ、ちゃんと。本当に？本当ですよ。だけど、ちょっとリーダーみたいにこう、女の子のこと考えられなかったので。リーダーこじゃれてるわ、これ。うん、やっぱりね。女性に一番、うん、あれの。一番喜ぶやつだよ。それはいいじゃん。ジャニーズ、うん、吉本っていうの差がもうできる。ああ、わかるわかる。出てる、出てる、出てる。それはわかる。だけど。レベルの違いがね。ただ、手汚れんようにって、そう。キャンディっぽい感じ。ああ、すごい。俺はバカだから、串とかこうとんねん。でも女の子で串って言って、ね、ほんで桜餅って言ってる桜餅がおばあちゃんじゃないんだからさ、でもいいじゃないですか、おばあちゃんじゃないんだ、食べないでしょって普段、しかもそう、かぶらないですしね、そういう時はね、他の人とも、わざわざ買ってば、買ったらいいの、だから団子は、団子は相方にあげえや、あ、これ団子つけるのこれ、そうなの、あげるよ、こいつ団子あったらある、両親よりも好きかも、団子食べる、うん、団子好き、団子好きやと思う、タレだけ取って、でも全部ベロベロ舐めてあげよう、タレがかかっとる串でタレ取ってくれって、お前俺タレ嫌い、牛丼屋の牛抜き言うてんのと一緒やろ、でも嬉しい、ありがとうございます、いや、おめでとう、おめでとうな、これ、ありがとう、来週でも待ってます、まだ来週ありますから、神津急便あるから、神津急便即日、すぐ即日、早いんで、早いんでしょ、クリックしたすぐ一人でやられてるんでしょ、もうひどい本当にで、ここのボスに、ボスだよ、何パシらすね、一番偉い人、お前ぐらいじゃん、ほんまに速攻パシらすの、はーい、練乳、うん、いらない、いらない、いらない、練乳あるよ、買ってきたよ、いらない山の男、山さあ、じゃあそんな感じで今日もやっていきましょう、はい、ここでじゃあ一曲聴いてください、 TOKIO でフラジャイル、城島茂です、 1179MBS ラジオからあっぱれやってます、やってるで、人物方程式のコーナー、人の内面は必ず行動に現れる、何気なく取ったつもりの行動にも無意識のうちに本当のあなた自身が顔を出しているのです、このコーナーではリスナーだけが知っているこんなことをするイコールこんな人という人物方程式を紹介して我々 MC 陣が成立しているかどうかを検証します、さあそれでは今日もたくさん来ておりますので、はい、紹介したいと思います、お願いします、姫路市のペンネームパンと牛乳、はい、うん、恋愛経験の少ない人イコール、うん、中村アンは性格が悪いと思っている、うん、あそうなんですか、あーって言わ、あーとも言われんしな、あーとも言われんし、あんまりよく知らんの、そうですね、これはそうだね、悪くないんでしょ、恋愛経験の少ない人がね、うん、なんでだろう、恋愛をすげえしてると思ってるってこと、あーそういうことですか、あんちゃんが、でもそれだと私、うん、ああ言いづらいね、何でもいい、いいちょっとね言いづらいね、いやこれだったら私大野枯ちゃんの方がそうだと思う、ああそう、なんか毒舌だから分かる、男の人はそういう女の人に免疫がないからそれを勘違いして性格悪いと勘違いしちゃうみたいな、わかる意味、いや僕はそ誰のがれをそういう風に見たことない、もうええわ結局私が可愛い子だよね、もう結局私が悪者でしょ、違うそういうことじゃない、あの子今勢いあるよね、ほんで可愛い、可愛いしね、だからそういうことじゃなくてなんか免疫がついてない人はなんかちょっと
誰逃れ。そうそう、うん、強めの女の人に、なんか、全部一くくりで、私もそうだけど、うん、私とかも性格悪いって思われそう。あ、うん、ちょっと毒づいてる系の人はっきりね、ものを言うのね、うん、そうそうそう、気持ちいいんですけどね、そう、まあ、ね、はっきりとこうものが言えるっていう意味ではね、ある意味、なるほどね、そういうことで言ってるんや、うん、この人はね、うん、大阪府ペンネームフューチャリング腰痛、うん、美容室で鏡越しにスタッフと撮った写メをインスタに上げる女子、うん、はいはいはい、いるいるいる、80万人ぐらいいるよねイコール音楽番組の客席で、うん、ペラ1系歌手の時に泣いている、うん、大好きなやつじゃん、やばい、河本さんの大好物、嬉しそう、これはリーダーもうその通りですね、これね、でもさ、これ難しいのはさ、芸能人結構よくやるんだよね、新しくないですか、この表現、うん、ですね、みんなやってる、うん、例えと例えですからね、そうですよね、鏡越しっていうのが、ね、これいいですね、こっちの方が広がりますね、うん、きっと、でも本当にいますね、いますよね、美容室で、はいはい、いやでも芸能人結構やるって、うん、いやあれはちょっとつかむ、何なんですか、聞いたことあんねん、はいはい、なんで撮るのと、うん、な、誰が興味あんの、うん、あれにって、そう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 、俺聞いたことあんねん、やってるやつに、うんうんうん、そしたらあのお店の紹介をしせなあかんねんって、まあでもそうですね、お世話になってるから、はい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 、だからそれはわかります、だったら、うん、誰が興味あんねんと、うん、なりますもんね、目を見てちゃんと言ったけどだったら、うん、お店のところで撮ってもらえばいいじゃないですか、あ、違う、ね、でも違うの、なんか鏡越しに撮るとさ可愛く映んない、あー確かに、なんかインカメラで撮るよりか、多分これ女子しか分かんないと思うんだけど、なんか自分で撮るより鏡越しだと、なんだろう、ちょっと遠いし、うん、なんだろうね、いろんな、なんだろう、鏡越しってことはこの、うん、撮ってる様も撮れてるってことでしょ、あ、そうですそうです、携帯ごと、そう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 、何かそれがいいですか、で映る男はまあほぼ一緒よね、ほぼ、へー、あー、そうですね、はい、担当のね、うん、あ、担当、そうですね、担当か、そうかそうか、うん、変わることがないんだよね、それはね、でもなんか多分一般の人たちはなんであげてるかって言ったら、芸能人の子があげてるから同じように真似して撮る子が多いんだと思う、真似かな、俺は芸能人が撮ってるのを見て、うん、その店に行ってきましたで撮ってると思ってたのよ、あ、まあ、そういう子はいると思うよ、そういう子は全然いると思うけど、なんかそういう写真見て、うん、なんか同じような写真撮ろうと思って真似する子はいると思うよ、茶色の髪を少しオレンジ入れました、うん、誰が興味あんねんと、いやだからそれ芸能人はね、みんな結構聞いてくるからね、分からんってそんなのっていう、なんか髪色なんてオーダーしたらまよこちゃんの色になりますかとか聞く子はいるから、そういうのはあるよ、なんて答えるの、それは何色なの、じゃあ何色だろう、落ちまくってるから何色でもいいんだよ、違う違う違う、あなたがいつもどういう風にして言ってるの、そう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 、え、普段知りたいんじゃん、だってそういうの、うん、一般の人たちが、え、なんか色ですか、おかずに例えて、うん、その色を何に例えておかず、いや色は単純になんかちょっとアッシュ系の色がいいからって言って、うん、グレーを入れてくださいっていつも頼んで、だけどそれさ、その適当にやってたら、ね、いやいや違った、ストップストップストップってならへんの、そのままやりすぎやりすぎ、あの調合によって全然変わってくるやん、ね、あの調合なんか分からへんやん、え、でもなんか信頼してる人にこねやってもらってるから別にそんな外れはあんまりないかも、うん、そう、もう一回言って、何、茶色にグレーを入れてくださいって言ってんの、違う、グレーを入れてくださいって、グレー入ってんの、でももう落ちてますけど、黒にグレー入れるの、黒じゃないんですよ、地毛が、あ、地毛が違うんか、そう、地毛が結構茶色くて、あ、そうなんや、もともとね、色素が薄いから、うん、こんなに茶色、まあでもこんぐらいか、こんぐらい茶色だから、なんかこんぐらい茶色ね、こんぐらい難しいね、あのチェルシーぐらいね、濃い味によるね、えバタースコッチ、チェルシーのバタースコッチ、いやいや、そんなに明るくない、そんなに明るくない、ポッキーぐらい、ポッキーのチョコレートぐらいの色なんだけど、あーすごい、いい感じじゃない、うん、合ってる、あ、いい、そうなんだけど、そこになんかちょっとアッシュの色入れてグレーっぽく、バタースコッチってもう銭湯の何の話だから、タイルぐらい俺食べたよね、食べたでしょ、それぐらいは、銭湯のタイルぐらい、お前はな、お前はな、僕は、俺はヨーグルト、私もヨーグルト
ヨーグルトは体育館ぐらい食べてるわ。でも私バタースコッチも好き。捨てづらい。チェルシーは美味しいですね。食べたい。チェルシー。あ、チェルシー。何が食べたい？買ってきて。例えば何？例えば。バタースコッチとヨーグルト。ヨーグルト？いつ、うん、何時？何時にある？17時以降、OK。違う。もう発想が OK だ。井上さんがですよ。まだいるのここに。今。17時以降。17時から9時まではいるの。まだね、お届け。アマゾン、私。コーズキュービングです。コーズキュービングがあります。プライムコーズ。コズゾンでしょ。コズゾンで。コズゾンに発注していい。今入れる。プライムアマゾンじゃない。あるよ。コズゾンに、ポチッとカートに入れていい？コズゾンの。入れるって書いてある。カートに。やばい。なるほどね。これちょっといいですね。わかりますね。これね。はいはいはい。東京都ペンネーム、トルチョック。トルチョック。はい。初めましてか。初めましてですね。トルチョック。スモークがかった黒のワンボックスから降りてきて、うん、高い位置から握手をする男。何それ。スモークがかった黒のワンボックスから降りてきて、高い位置から握手する男イコール、森下優里みたいな女と付き合ってる。ああいいね、いいね。いいね、ちょっとわかる、ちょっとわかる。でも、これ、100% なんじゃないこれって。ついに、100% が出る。これ絶対 100% だと思うよ。ね、これだんだん方程式でいいんですよね、このコーナー。見たんですか、これ。見たんですかという話ですよね、これ。でになりますよ、これ。はぁ。うん、いやこれはいいね。これはちょっと、絵が浮かびましたね、本当に。はい。よかった森下ゆりみたいな女。ね。グラマラスな感じのね。グラマラスな感じのね。はいはい。付き合ってるでしょう。うん、はいはい。いや面白い。森下ゆりね。はい。ちょっとなんかリアルすぎて怖いですね。なんか今のもう実際にこれを見たんでしょ。見たんかって話ね、これは。見なきゃそれ出てこないよ。森下ゆりがまず、例えに出てこないもんね。確かに、うん、面白い。森下優里さんもすごいインスタグラムやるよね。そうなんだ、見たい。どんなのエロいやつ。すごそう。エロいっていう範疇。見たい。なんていうんですか、なんか、すごそう。森下優里さんでやってるの？いやいや、以前番組に来たことがあったので、それの話になったからインスタグラムをちょっとつけてみたら、もう、はい、なんていうんですか、自分でこう普通に旅行に行ってて、で内風呂というか、まあ、なんかそう景色のいい風呂に入ってるシーンなんですけど、はい、もう裸ですよ。要はでもすごい、もう全部おっぱいだ。裸でもうなんていうんですか、どうやって隠してんのって、もうそこだけ、唯一のなんていうんですか、守ってる部分あるじゃないですか。乳首の部分だけ見えなくて、あと全部出てます。マジっすか。全部出てます。足の爪の小指まで全部出てるんです。でもなんか全部すごい。でも乳首だけが。いや、それってどういうシステム。乳首がないと考えるしかない。すごくない？はい。だから。すごいんだけど。いや、これはまだ全然緩い方ですよ。緩い方ですけど、全部布がない。ないんすか。それを上から、ワンボックスの男が上から撮る。ワンボックスの男がね。でもこんな感じじゃなかったですよね。そうだな。僕なんかロケかなんかでデートする企画みたいな、あなたが実況して、はいはい、こんな感じじゃなかった。デートしたの？俺が結婚できる確率みたいな。でそのデートを1日こいつがモニターでチェックしてみたいな、だけどあの時はそんな感じじゃないんだ。めちゃめちゃ清楚な。そうなんだ。そうなんですか。だからやっぱある時をきっかけになんですけど、やっぱ女性ってすごいのがやっぱあれじゃないの、やっぱ武器、最後は武器を出すみたいな、全面的に。武器出してからですよね、こんな急に。ほぼ来てないじゃん、だって。だからフォークボール覚えたみたいな。ピッチャーよね。打ち取れるっていうね。わかったっていう。だから、30過ぎてフォーク覚えたから、ストレートじゃないんだよね。直球で攻めるのはもうやめて、見て。技巧派でもないんだよね、でも。すごい。すごくない？いや、ほら、もう出てモテるやん。だから、俺も何回も出てモテるやんって、とは言ったんですけど、うん、出てます。これ、そんなに引っ張るってことは、もう2枚で終わりってことですか？まだありました。あ、あるんですか？あ、あるんですか？千葉県ペンネーム、猫舌ココア。
はじめ、はい、はい、気合は持ってきたかと聞く学校の先生イコール、はい、ファンキーモンキーベイビーズが好き。あーちょっとわかる。どういうことですか。ちょっとなんか熱い先生とか。いやルーキーズじゃない。あーなるほどね、そういうことだ、ルーキーズ。じゃあグリーンですね。だからファンキーモンキーベイビーズというか、ね、まあグリーンとか、うん、そういう系統が好きという。いいか、忘れ物ないか、あとはじゃあお前だよ、お前ちゃんと気合持ってきたのかも。っていうやつと、車11万キロ乗ってるよね、もう。その先生。乗ってそうやな。もう出しても、下取りに出しても、もう廃車だよ、うん。冬場ちょっと止まったりする。うん、だからもう新車と買うのと同じぐらいの値段になっちゃう ね。もしちょっとしたらマイナスになっちゃうよね。そうね。いますよね。でも学校には一人ぐらい、熱い先生ね、熱い先生はね、結局熱い先生のことをめっちゃ覚えてて、というのもまあ僕らの世代はよく叩いた先生ですね。叩かれましたからね。いやいや、そんな市内持ってる先生でも市内何本折ったか叩いて折ったんだから。なあ、よく死んだと思ったよな、あの叩かれすぎて。あいつは死んだだろうなと思うぐらいの叩かれ方してるやつ何人もいましたよね。爆笑やってんからみんな。あとその先生の前で団らん来てたら後ろから破られましたね。うちの高校はむちゃくちゃ熱い先生がもう下からバーって団らんを破くんですよ。何やこのガガランって。かといってなんかそれでも先生にバーッとこう行く人いました。いや絶対ないですね。頭突きされますから。でむっちゃ怖いじゃないですか。そういう先生って本当に先生なのか。スキンヘッドでサングラスみたいなのかけて。ほんまに怖かったですよ。ヤンキーヤクザだ。怖い。いやでも怖いぐらいじゃないと学ばなかったから、そうそうそう、子供たちって。でもその先生はあの後に教頭かなんかになって、東京ドーム修学旅行でうちの後輩が見に来たんですよ、野球大会、はい、ちゃんとスーツ着て花束を持ってご挨拶してくださって、その先生が あんだけ怖かった先生変わったんですよ、ね、変わるもんですもんね、それでね。でもあの時代の方がなんかいじめとか少なかった気がする。あんまりな、でも、まあ、やったらやり返すか、だって喧嘩、しかも先生がすごいなんか怖かったから、うん、いじめてたら先生がなんか殴りかかる。あったんだよ、もちろんあったんだけど、うん、お前自分でそれはもうやり返してきてみやとか、なんかその言い方、先生の言い方が、お前がずっとシュンとしとるからやと、いじめも悪いけどいじめられてる側の方ケツを教えてくれる先生がいましたけどね。じゃあそれでいきましょう。今はそれでいきましょう。今陰湿だぜ。だって集団無視始めましょうって LINE でグループ作ってですよ、授業中に誰も喋らへんと思ったらもうみんなグループで、昔と変わりましたね、その方法はね。だから集団無視あったけど、あったけど、ね、あったけど、あのそいつが何か言うてみんなが受けるまでの短い期間でしたよね、うん、確かに、うん、でもだからその人も心ハートが強くない、集団無視されてたらさ、なんか喋れないけどさ、笑かそうと思う気持ちがすごいよね。メンタル強い。なんかバーって言って、うん、あ、今の僕独り言ですとかって言うね。ほらみんな笑うやん。めっちゃ面白い、うん、大変ですよね。だからコモさんなんかね、はい、お子さんいらっしゃいますから、やっぱコミュニケーション割と取っとかんとね、大事ですよ。そこは大事ですね、大人のね。でもね、うん、ついに立場としては風呂にですね、入りたくないと。え、どっちが、息子が、小太郎が。なんで、なんで息子の方なの。単純になんで、いやそれはね、毛が生えてきたの。そこなのよ。え、だ娘と入っ、僕は娘を入れなきゃいけないです、まず、はい、あの下の子5歳で、でその用意をしてて入れたら、あの次交代で娘が湯船にドボンつけて、はい、まあ、ドボンでも結構な勢いでドボンって入れるんですけど、はい、それは問題です。本当にな勢いです。入れるよね、もう死んじゃう、死んじゃう、入れるよね、パーンって言うやん、それは本当に。いや死んじゃう、死んじゃう、もう問題もない。で小太郎が入ってくるっていう流れなんですけど、はい、いやもう僕は後でいいからって、何やねん、もう一緒に入った方がええねんとかって、もうややこしいから、バスタオル一枚で済むねんアホとかって言っても、入らへんねんとかってなるから、これおかしいなと思って、はい、娘をあげてから、はい、嫁はんに任せて服の、はい、でちょ、もうあの妹上がったから入れやつって、俺も上がるしって言って、うんとかってやったら生えとったんですよ。え今いくつなんですか。12歳ですが、今年中1ですけど。それはもうね、もう恥ずかしいのかな。いや俺はでも報告して親父に、これ
どうしようと、うん、昔はやっぱ報告するという場所、まあね、だから喋ればいいじゃん。だから言ったね、俺から。言ったの？いや、そんな恥ずかしがらんでええやんけ、俺のもずっと見てたんやし、でも、うん、もう新人に毛生えんの当たり前や、うん、生えへん方がおかしいんだけど、おかしいですね。いやでもちょっと生え方まだそんな親父みたいに生えてないねんと。わかるわかる。そのなんかなんていうの、ちょっとジャブが何発かぐらいやねんみたいな、うん、芝生が芝生に目が出たやつやね。ゴルフ場作ってる時の感覚やね。全然わかんない。隠して入ってくるから、もうええから、もう男同士やから見せてみって言ったら、まあ確かにもう本当に産声上げたぐらいの、うん、もうそんなん全然ええねんって、いや、妹にはちょっと嫌やわってなって、あ、そうなんやと思って、あらまあと思って、じゃあもう一人で入りと、今度からもし恥ずいんやったら。でも妹はもう湯船の中使ってるんでしょ、うん、もう、どころじゃない。湯船のところじゃ、ほんと真下に直下型で行く。あらわなのように入れるんでしょ、垂直で行く。殺さないよ。いや、殺してよ。早っ。即日。即日。早い。構図便だよ。かわいい。構図便だよって。買ってきてくれましたよ。うわ、小寿司よ。ほら、小寿司いいよ。もう一つ、小寿司よ。あなたにも小寿司あげた。プレミアム？ね、この初めて見た。味が違います、なんか。何これ？カラメリーゼ。濃厚カラメリーゼ。や、山の人や。すっごく嬉しいんですけど、一口言っていい？うん。バタースコッチでもヨーグルトでもないんだけど。お前もやめろ。ほんま、マジで。お前、それはあかんねん。ごめん。プレミアム。カラメリーゼって。みんな知ってる。プレミアムだから。みんな気づいてたのに。そうだよね。絶対言っちゃダメ。今ないんだって。今ないんだって。カラメリーゼだって。もう、ウォーンって泣くよ。もう、ビル揺れるぐらい、それは。ウォーン。おか。トトロじゃないんだから。おかって言って。また山が泣いとるぞ。おっかだからトトロじゃないんだから本当にもう。なんで神津さん村のおっかまた山が泣いとるぞって村って有名なの山の男として、うんいやでも嬉しい、ね、いただきます。ありがとうございます。わざわざすいません、本当に。あ、面白い。コーズ便だよ。届きましたので良かったですね。方程式、じゃんじゃん募集しておりますんで送ってください、はい、宛先言います。やるまくアットマーク MBS1179.com やるまくアットマーク MBS1179.com までよろしくお願いいたします。というわけで以上、人物方程式のコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。3月9日に発売になりました AKB48 の新曲です。聴いてください。君はメロディラジオ高本です。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。あっぱれゲストのコーナー。さあ、このコーナーはいろんなジャンルのあっぱれなゲストが登場しまして、あっぱれなトークを繰り広げるコーナーでございます、うん、今回のゲストはこちらの方、自己紹介どうぞ。はい、皆さんこんばんは。私は徳島県出身で歌手と女優の活動しています、上野優香です。よろしくお願いします。お願いいたします。元気娘ですね。元気娘、元気っ子、徳島県出身、上野優香ちゃん、はい、14歳で1万人の中からオーディションで選ばれてデビューしました。歌手活動を中心に女優やモデルとしても活躍されて、1万人のオーディションからってことはもうほぼですよね。もうほぼ、もうほぼじゃないですね。あの、日本には1億人以上います。もうほぼって言っちゃうことはちっちゃく見えちゃうんで。1万人ってすごいんです。いや、超えられたんじゃない？そうです。初めて、そういうオーディションでもう最多と、人数じゃないですか。1万人って聞いたことないですもんね。なかなかですね。AKB でもないです。何万人？まゆこちゃん。何千人とか。ごめんごめん。10万人です。いや、もうやめてって。本当にやりづらいわ。やりづらいのは上野優香さん。超えてくるな、お前。あれが10倍やん。本当ごめんなさいね。10分の1でしたね。いや、言うのよ。ダウン攻撃やで今ね。ごめんなさい、失礼しました。それでもすごいですよね、リーダー。すごいですよね、史上当時最年少って書いてますけど、14歳で。14歳。あら。
これも小学校の4年生の頃からもう母ちゃんが地元のカラオケ大会、そうなんですよ、うん、ずっと人前で歌ってて、うん、でそれを見てくださった方がこんなオーディションあるよみたいな感じで教えてくれたんですよね、それが中2です。キングレコードのキングレコードのオーディションで、それが1万人のオーディションだったんです、うん、あ歌って勝ち取ったん。そうですそうです、ボーカルオーディションだったので、すごい、ありがとうございます軽そうなんですね。おったんその時に、なんかあの今活躍されてる方とか、ファイナリストのとか、あいない、いない、特別賞もらったでしょ、後に、ね、うん、3人グランプリいたんですけど、うん、いろんな、もう別、あの別やってます、いろんな部門で、いろんな部門で、はい、いろんな部門、うん、歌歌ってます、歌手の人が2人、歌手の人が3人。お前はだって女優もできてるじゃん。女優は私しかやってないです。でしょ、はい、残りの2人の人は歌手、歌だけで、はい、やってます。今、お前って言いましたね。そうなんです。慣れ慣れしいじゃないですか。申し訳ない。お前って、慣れ慣れしいですよ。本当です。これ何言ってんですか、貴様は。違う。貴様ですか。あれ、お前、森下優里と付き合うタイプ。誰が上からや。誰が上からなっちゃう。間違いない。誰が黒の。間違いない。絶対そういうタイプ。優香ちゃんが初めて舞台をこうね、うん、あのミュージカルをやるっていう風になった時の、うん、あの、まあ、皆さん、こう、ねえか、言わなくても分かるんですけど、うん、歌カフェというね、まあ、みんな知ってると思いますけど、はい、何でしょうか。全国の皆さん知ってる。あ、やだ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 、これの時の、あの、そうなんですよ、ご一緒させてもらって、河本さんが座長で、そうなんですよ、はい、今懐かしい言ってましたよ、懐かしい、去年の話、もうずっと聞いてたんですよ、1ヶ月間稽古中もずっと、まあ、になっちゃうね、やだやだ聞きたくない、こういう感じで歌ってないね、ほんでラジオやからこう歌わされてるすごい耳です。その時の河本さん実際どんな方でした。いやもうすごい休憩中もうずっと笑わせてくれて、私初めての舞台で何したらいいんでしょう、みたいな感じだったんですけど、まあ、緊張もあったしな、そう引っ張ってくれたんです、うん、すごく なんかアドバイスくれました。アドバイス、それあったでしょ、それあるでしょ、まあまあ、まあ、アドバイス、まあ、恥ずかしいけどな、まあまあ、言え 2,3 個4個5個かアドバイスはいいよ 2,3 個でなんか楽しいねみたいな感じ。何がそれおい、うん、楽しいね全然アドバイスじゃないんだけどアドバイスできませんよ、だって歌手の方に歌のアドバイスって言われても、あ、そっか、はい、だからまあ背中を見てくれということで、まあ、はい、休憩中もこうやってみんなでこうやってわーってやるのがいいんやぞというような、ね、そうわーってすごいやってました、まあ、ムードメーカーとしてこうや頑張ったわけですよ、うん、ただしもうアドバイスする必要がなかったです、何が初ですかっていうぐらい、一番の度胸が満点ですよ、そうですか、言っても600人700人の前で歌を歌うわけですから、オリジナルの歌を、ね、すごい優しくて、本番が終わったその日に、うん、今日が練習なんか今まで1ヶ月間稽古してきた中で一番良かったって連絡くれたんです、終わった日に、ちょっと待って、連絡先交換したんですか座長としてね、全員、まあまあね、はい、一人だけじゃないですよ、まあまあね、一人ずつにこう、グループ、それグループラインでしょ、みんな既読して無視してた嫌われとんのか、わしゃ座長でやってんのに全員イエーイとか送ってきてくれるよグーとかやるよあの適当なやつで既読って、うん、いやいや、そういうのあったな、みんなででもご飯をたくさんね、こう食べてコミュニケーション取っ て、まあ、自分も初座長だったんでね、難しかったんですけど、すごい度胸のある方ですからね、ありがとうございます、いろいろ他になんか、まあ、あの質問、もし女性同士で質問あるんでしたら、ね、なんかね、いろいろこう書いてくれてますから、どうですかね、じゃあまこちゃん、はい、なんかある聞きたいこと、そうですね、うん、ちょっとプロフィール見て、うんうん、ね、そうですね、みんな、みんなちょっとね、ピンとくるところちょっとあると思うんですけど、個人的に気になってるのは、うん、あの携帯の画面の方って割れてるのか割れてないのかっていうのが、うん、そこが気になる、だけちょっとすいません、確認させて、いいですか、私ですか、うん、私綺麗です、あ、携帯は割れてない、ない、あ、割れたことは、割れたことは、割れたことはない、ない、割れる予定もないですね、あ、そうなんですか、そうなん
携帯につけてるカバーはどういうやつですか。あ、ちょっとそれだけ聞いてください。はい、カバーつけてないです。裸、裸の裸でなんか変なシール貼ってます。あ、変、あの裏にシール貼ったり、裏にシール貼ってます。あ、え、ダメですか。いやいや、いいんです、いいんです、いいんです。え、何この、一応調査です。あ、調査、調査、調査、そういう調査があるんですね。裸でカバーなしだったら割れる可能性大じゃん、ね、割れないんですよ。ほんまにひびすらいってない。つるんです。つるん、つるん、それ新しく変えたからでしょ。でも1年半ぐらい使ってます。あ、結構つるんですね。え、何ですかこの調査。いや、いいですか、知りたいです、皆さん、はい、いいです、甲子園どうぞ。テラスハウス好きですか。一回も見たことないです。えー、はいはいはい、何何何、もし見たら泣きますか。いやいや、見たことない。もし見たら、見たら、もし見たら、泣く系なんですか、テラスハウスって。泣く系、あ、人の恋愛、そう、人の恋愛を覗き見しちゃって、うん、自分とのこの 共,、ね、共感できる。ちっちゃいトルーマンショーですよね。そう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 、はいはいはい、あんまり人のこと興味ない。ない。じゃあ、いいんです、いいんですよ。いいです、正直に言ってください。取扱説明書、いわゆる取説を読まずに、はい、棚を組み立てて、はい、途中までやったけど、やっぱできないって、こう、言ったことありますか。ちゃんと読みます。ちゃんと読む、ちゃんと読む、ああ、読まない派じゃなくて、ちゃんと読むんです。いいです、いいですか、うん、じゃあハード HDD、 ハードディスクに、はい、が溜まりすぎて録画可能時間がこうなくなったりとかっていうのしませんか。あ、あります、あります。あ、それはあるね。あります、ね、うん、これどうですか、これはどうですか。あの披露宴とかのケーキ入刀あるじゃないですか、うん、はい、披露宴に行った時に新郎新婦がケーキ入刀、はい、あのケーキ入刀、あの時にこう真っ先にこう最前列に行って写真撮るタイプですか。どうですか、その辺どうですか。うーん、しないと思います。わかりました、はいはいはい。ご飯食べに行こうと誘いました、はい、が絶対に椅子の座る席だろうなと思ってて、はい、ブーツ履いてきたものの座敷なんだよね今日って言われて、はい、いやブーツ脱ぎたくない、今日はもう足臭いねん、女性でもあるじゃないですかブーツ、まあまあね、足臭いねんっていうようなことで一瞬でも気になったことありますか。もしくは靴下が破れてる、その辺どうですか。アニメ柄だ、どうだ、この辺どうですか。気にしない、気にしない、はい、わかりました。あの、じゃあこれどうですか、あの年末のナイナイさんがやってる、あの面白そう、はい、面白そう、ね、面白そうの翌日から、はい、もうそのコンビに選ぶハマりしてる、うんうん、そのパターンどうですか。あ、めっちゃハマります。ああ、それはあります。特にリズム系とか、はいはい、ハマり、ハマりますか、はいはいはい、好きです、はいはいはい。リーダーどうですか。愛されたがりですか。はあはあ、愛されたいです。ああ、あ、なるほど。ええ例えば失恋を一回ぶっこいた時に、はい、大失恋 をやらかした時に、はい、あの曲を聴いてもっともっと落ち込むとこまで一回落ち込んでから上げたいタイプですか。そっちタイプですね。あ、そうですか。もう死ぬほど行きたいタイプです。あ、なるほど。チューリッパッドだけ、チューリッパッドかぶりますかだけ聞いて、それだけ一回聞いて、それだけ一回聞いて、何ですか、チューリップハットかぶりますかって。何それ。プライベートでチューリップハットを少し斜めの状態にしてかぶったことありますか。かぶったことないです。わかりました。プロフィールに一個だけ嘘がありますね。え、あなた、これはもう消しといてくださいね、はい、ここ次から、あの次から消してください。好きなアーティスト誰ですか。あなた、西野カナさんです。違います。なんでですか。あなた、西野カナじゃない、好きな人は、うん、今のは全部はいって言ってるの、今の質問に、なんですかそれ。そうなんですよ、そういう法則があって、あなたは10個中 4つしか当てはまってないですし、ファン 40% だ ね失恋の時に落ちるとこまで落ちるのはそれ良かったですけどね。いえ、この人は加藤ミリアですね。この人だからアーティストは加藤ミリア、ね、これ書いときます。加藤ミリア、シミショウ、シミショウ、加藤ミリアとシミショウ、清水翔太、シミショウ、はい、ね、などと、はい、はい、たまにジュジュっていうことにしてます、ね、はい、これでもプロフィールを変えます。ね、そうね、だからエセ西野カナさんファンですよね。ね、そう、いや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 、すごい、小学校の頃から好きですよ。西野カナさんの歌を聞いてたんですか。歌をずっと聞いてたり、そのカラオケ大会で歌ったり。西野カナさんが好きなら携帯割らなきゃダメだし、テラスハウスを見て泣かなきゃダメだし。そうそうそう、まず取説ね、リーダー、うん、そうですね、取説なんかはあのもう分からなくならなきゃ見ずにやっちゃうから、ね、
イケアでって買ってきたやつを取説もう 見ずにやっちゃって、これできないって言わなきゃ。うん。あと西野からの。膝の上に変なあざ作らなきゃ。そうそう、うん、どこで打ったのっていうやつを。なんでですか、それが西野からなんだよね。それが西野からなんだよね。あと風呂場は、あの、長いゴシゴシのタオルじゃなくて、丸いボールみたいな。これどう、どう洗うんこれみたいな。それがこう、あれっていう。それ超わかる。ボール。あれのボールね。背中届かへんやみたいな。あ、わかるわかる。めっちゃわかる、それ。シャンプーとあのコンディショナーとボディーソープっていうのはボトルですか、はい、それともあの買ったやつをそのまま置いてますか。ボトルです。ボトルに入れ替えてる。入れ替えてる。入れ替えてる裏のところがちょっとぬるっとしてますか。いや、そこなんか気をつけてるつもりなんですけど、うん、一応気をつけてるのでなってないと思います。するあのキュッキュッってなりますか。キュッキュッってなると思います。そこをちゃんとしないと。あ、ちゃんとしてるんですね。ちゃんとしてる。西野カナが好きじゃないんです、そういう人。そうなんですよ。もう、ね、裏の裏までぬるぬるが西野カナ。優勝はダメなんですか。ぬるぬるです。すごいな。あの、もうしょこしょこも押せないです。ぬるぬるにすぎて滑りますから、なんか難しいんだよ。西野カナさん好きになるって何が好きなの。一番好きな歌何なの。西野カナさんですか、うん、よく歌うのはカラオケ。私よく歌うのは、うん、ディスタンスっていう曲が好きです。今もうこの、あの彼女も ね川北浩司麻友子さんも西野カナの歌とか歌うって言ってたじゃん、たまに。ディスタンス知らない。ディスタンスご存知。どんなんでしたっけ。サビ、サビ聞きたい。サビですか、うん、星空のじゃなくて星空は出てくるけどもうザオジというような人たちじゃないんですよもうヒゲとメガネとロン毛の話してない誰もそう呼んでないんですよアルフィーのことを、なんですか。ディスタンスですか。どの手だっけ。追いかけても追いかけても届かない、こんなに好きなのに。歌上手。オッケーです。追いかけです。追いかけても追いかけても届かない。届かない。恋だと。あ、なるほどね。思いですか。距離っていう話。そういうこと思ったりしますか。これもうペライチ人生っていうんですよ。普通追いかけて追いかけて雪国ですからね。普通はね。うん、それはちょっともう少しあれですよ。追いかけて追いかけて話を聞いて二人ともよしなんよし言ってます。よし言ってます。よし言ってます。あ、よし。西です。西ですね。よしじゃないです。西。西ので行きましょう。よしのかなじゃないです。よしのかないません、そんな。住み慣れてないじゃん。この街。あ、そう、世代的にはやっぱ18歳だったら西野カナちゃんが小学校の時のか。そうですよ。になるんだ。好きでした、ずっと。すごいよね。で、歌としては、じゃあそういう風になっていきたいの？西野カナちゃん。自分で詩とかも書いてるので、なんか西野カナさんみたいに結構共感してもらえるみたいな曲を私も書いていきたいです。恋愛の曲とか書くのすごい好きなので。あ、ゆうかちゃんが好きなの？好きです。書くのも好きです。歌うのも好きです。あら、そう、ちょっとね、ちょっと資料にあれがないからあれやけど。見たかったね、さっしーね。詩を見たかったですね、そうです。若いのにね。ね、うん、あ、来た。ありがとうございます。来ましたね。これも本当全部じゃないんですけど、そのアルバムの中の1曲とか、本当たまにですね、まだ3作しか書いてないですね。あ、でも、好きになってもいいですかとかっていう、やっぱこういうタイトルだけでこう共感ね、若い女の子からね。10代の子とかさ、20代の子、かわいいお花畑のね。え、何番が作詞したいものですか。とあ、全部じゃなくて。全部じゃなくて、M5 とか。M5。はい、M5 のタイトルお願いします。M5？ ちょっと教えてください。はい、もっとダーリン。あ、はい、もっとダーリン。絶対かわいい。絶対かわいい。とか書いてます。あ、ダーリンってやっぱいいよね。ダーリン。なんか曲を先にもらってから詩を書くんですけど、うん、なんかダーリンが一番ハマりいいな。あ、ダーリン、ね。どんなダーリンがお好みですか。うんうん、どんなダーリンが。うん、まあ18歳のね、女の子だけど、理想のダーリンお願いします。無口で暗い人が好き。意外。清水翔太ですね。なんでよ。すぐそれって繋がります。ゼロね。あとゼロ。暗いって言い方はゼロないですけど。新しい。ゼロも無口で。ゼロ。もしくはワンオクロックのボーカルとかね。高さん。愛してるよの人ですね。大好き。おやの人です。大好きです。ちょっと似てる。中途半端。ゼロもいいですね、無口。ワンオクロック。もっとダーリン聞きたいね。うん。ね、そうだね。せっかくだったらね、あの、シナモンティーじゃなくて、もっとダーリンとかも。
いいよね、はい、これシナモンチ今日これはその中に入ってるやつですか。これの一応アルバムのリード曲っていう。あーなるほど。そうでも名前がまず可愛いですもん。シナモンティ、シナモンティ可愛い。あそう、うん、何が可愛いの。シナモンティというか可愛いって何の。シナモンティって聞いたら可愛いじゃないですか。ダージリンティーよりもシナモンティ響きが可愛い、うん、なんでなシナモンティシナモンティが可愛いの。しかもないじゃないですか。聞けます。品川シーサイドはどうですか。可愛いです。違いますよ全然。小動物じゃないんだよシナモンティって。別に可愛いっていうようなことなの。シナモンちゃんシナモンちゃんいましたね。ちょっとワンコーラス、ワンコーラスちょっと行きませんか、ね、ちょっとお願いします、はい、ね、せっかくだからゆうかちゃんどうぞお願いいたします。超可愛いよね。めっちゃ可愛い。だからこれはアルバムになるわけですか、うん、はい、これが1月にリリースしたんですけど。そうなんですか、はい、だから加藤ミリア、西野カナ、清水翔太、ジュジュ、上野優香って言われるようにね早くはい、ね、頑張ってください。いやその並びあんまり、うん、でもさ アボガド好きなのに、はい、西野カナさんのファンじゃないってちょっとおかしいよね確かに、うん、おかしいですか。アボカド好きな人はファンなんですけど、うん、西野カナ好きだから確かに、ね、うん、ピーマン、パプリカ、グリーンピースが嫌いなんだよ ね嫌いな食べ物全部一緒。本当ですか。全部一緒です。ピーマン、パプリカ、グリーンピース私ダメです。なんか美味しくない。美味しくないよ ね、 ですよね。そう、彩りだけのためにあるものなんですよ、うん、確かにグリーンピースとか特にそうですよね。そうそうそう。なんだ緑嫌いなの。いや緑は大好きなんだけど、この子たちってさ、うん、本当に彩りだけのためにさ、ちょっと赤入れたいとかさ、黄色入れたい時に使うだけじゃん、うん、原色野郎だよね。ピーター緑赤黄色そうそうそう、うん、美味しくないんだよね、うん、ちょっと苦いから。あそう、うん、本当に。え、実はピーマンとか実はパプリカ入ってたんだよって言われするぐらいの美味しい料理を作って持っていったら気づかないと思うよ。いや私でも匂いだけで分かっちゃいます、うん、見た目でもあれでも。でもさ、チンジャオロースってピーマンないと成立せない。そうですよね。いやするするする。違うもんでもいい。だってピーマンの肉詰めもピーマンないとダメですよ。あ、まあね、だからそれ頼まないっていう。当たり前だからそんな頼まないのよそれを。ピーマンの肉詰めはそう、うん、そりゃピーマンのって言うてるし、うん、確かにチンジャオロースも頼まないのよ。ピーマン嫌いなんだから。チンジャオロースいらない。チンジャオロース食べるよね。食べない。食べないか。私ピーマンなかったらチャオロースになっちゃうじゃん。ピーマンなかった。なんなん。ピーマンってチンなの。チンちゃうなの。知らなかった。ピーマンってチンって言うの。そうじゃないですか。うん、そうだね。なるほどなるほど。なんかこれから頑張っていきましょう。これからどうしますか。あと、はい、女優さんの方の道も行きたいんだもんね。うん、はい、女優もやってます。そう、実はね、うん、あの白鳥玲子でございます、うん、でご一緒したんですよ。そう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 。どっちが白鳥。いやいや私が玲子様で、あの私のお使いの、うん、お使いの渦巻きっていうメイドさん役で出てます。そうなんだ、はい、徳島で鳴門やから渦巻きやって言われるんですけど、うん、あ、なるほど、ね、そうなんですか。いやでもそうなんじゃない。絶対そうだろ。じゃあそうです。なるほど。鳴門親方か渦巻きですよ。いや絶対違うと思う。どうやかったってそうそうなんですよね、渦巻きで出てます。そうだったよね。なんか全然あの接点なさそうな顔してたから、ね、なんねえ、なんかねいつ話そうかなみたいな、このノリがあって妙なよそよそさ向こうがでしょ。私すごい距離縮めたかったの。主役やからね。ちょっとこうそう、なんかお嬢様だし、うん、あんまりこうはこう気安く話しかけちゃいけないみたいなモードになってたんですよ。いやそんなことない。嘘、なんでゲームで話したじゃん。いやいや、でもなんかちょっとこうあれかなみたいな。やっぱあるよな。LINE 交換とかしてんの。いやいやいや、してないんだ。召使いなんで。あ、いや今日はしな。だからぜひ、ね、ぜひなんか最後にちょっとお知らせがある。あ、お知らせですね。私、うん、デビューして3年目なんですけど、うん、4月からファンクラブを作ることになりまして、うんうんうん、そのファンクラブのタイトルとは、すだちっこれん。あ、徳島。そう、徳島阿波踊りのチームのことを連って言うんですけど、で私のファンの皆さんのことをすだちっこって呼んでて、だからちょっとすだちっこ連
ていうのをちょっと作ったので、よかったら皆さん入ってください。すだちこれ本当にすだち好きな人でもいいよね、入って違う違う違う、本当にすだち好きでも入っていいよね。料理研究家の栗原さん入っていいよね。ダメダメダメ、徳島だもん、当然いいよね。全然すだちこれそうですね、ぜひ入っていただけると嬉しいです。なるほど、4月から4月から始まるのでよろしくお願いします。すだちっこれんで調べたら出てくるのかな、何で出てくるの、上野優香で調べてもらえたら、ツイッターとかブログもやってるので。あ、そうかそうか。あとアルバム、これ、アルバムね、タイトルは何、あ、ユーカラフルっていうタイトルになってます。かわいい。キングレコードさん、はい、1月20日にリリースしたので、そこら辺もチェックして、はい、よろしくお願いします。グラビアとかもやっていくんですか、これからは。グラビアもですね、私オーディションがヤングマガジン賞グランプリっていうのだったので、そういうリリースのタイミングとかでヤングマガジンさんの看板グラビアとか載せてもらったりしてます。はい。そしたらね、小野ののかちゃんとか、中村あんちゃんとかね、相川ゆずきちゃんみたいになれるようにね、頑張っていただければと思いますけど、そこを目指すの。いや、なんかちょっと違くない？ペライ、やっぱペライチ三姉妹としてはやっぱ頑張っていただきたい。ペライって言ってるよもう。それダメでしょ。そうかそうか。気にしない。そこ避けてね、言ってもらいたい。アルバムの中からね、せっかくです。一曲いきましょうかね、チョイス。ありがとうございます。何いきますか？はい、じゃあ。リード曲のシナモンティーを、あ、やった。シナモンティーを入ってるやつを聞かったですね。が入ってました、シナモンティー。インポイントすぎるね。いただきたいと思いますけども、さあというわけで本日のゲストは上野優香ちゃんでございました。また遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。お揃いのリングカバンに結んで、卒業してもずっと。AKB48 の小島真子です。 1179NBS ラジオからあっぱれやってます。さあということで、ね、今日は初っ端から、はい、フルメンバーで、まあ、当たり前ですけどやってましたけども、今日はどうでしたか、小島真子ちゃん。楽しかったです。はい。なんかでもいつもよりあっという間な気がしたんですけど、気のせいですか。確かになんか早く感じたかも。すごく早く感じた気がします。あの取り調べが長かったんですよ、だから西野カナに。ああそうか。でもめっちゃ楽しかったですね。めちゃめちゃ引っ張って、もう上野さん喋ってへんもん。もうこっちがもう、え、何ですかってしか言ってない。確かにそうですね。私じゃないですよって言ってんのと一緒よ、それ。まあ、そうやな。お前が黒なんだよって言ってても全員で。なんだ、黒なの？西野カナ好きなのは黒になるの？いや、だって一回好きだって言ってるからさ、そこに結構ね、盛り上がったんでね。今日でもチェルシーもね。あ、そうです。もうだからもう、終わりですよ、僕は。お役目ごめんですよ。お役目ごめん。ごめん。コーズに届きましたもんね。本当に黒たまり。本当1個ぐらい舐めてくださいよ。舐めます舐めます、休憩の時舐めますよ。舐めます舐めてください。もう開けたんで泣きますよ。せっかくね。でもこの味は初めて見ましたね。思いました、私も。プレミアムって書いてますから。濃厚カラメリーゼだけど、あの小島子ちゃんもまゆちゃんもあれですよね、メンバーだけに渡したんじゃないんですよ、ね。わかんないですけど。そうだ。確かに全員に。確かに。ここにいる人に全員に渡したんですか。渡しましたね。こちら側の皆さんにも。うんうんって言ってますけど。うんうんって言ってるけど手ぶらなんだよね。いやいや、でも確かにいつもよりお菓子の量が多く感じますね。いやいや、いつもと変わらないですよ。全く一緒ですね。そうか。柿の種ちょっと多めじゃない。多めじゃない。大丈夫。柿とピーだったら。いつもと全く一緒ですね。プリッツとポッキーの位置も東西南北、これの味違います。展望みたいになってるけど、コンソメね、ポテチの味が違うぐらいらしいです。あ、そうなんや。いつも何味、普通、普通の塩です。あ、今日違う、今日はだからちょっとグレード高いやつです。いや、どこをグレード高くして、多分値段は一緒だから。私、みんなが渡し始めた時もドキドキしてたはずですよ、スタッフも。うわ、や、そういえば、あ、そういえばじゃないですよ。そういえば、そういえば。誰もこのメンバー。俺がだからその曲かかった時に外出て、どうしようとスタッフに。これやっぱ買っといた方がいいですよね、と。もちろん、なんかそういう話ね。やっぱもう速攻で、いや、このまま逃げればいいんじゃないですかって言って帰ってきた。とんでもないやつだよな、おい。帰ってきたから、ちょっと
危ないよね、向こうだから。向こう。用意してない、ね。危ないな、ほんまに、うん。いや、もう勝手にラジオやってるんで、皆さん行って、行ってきていいですよ、ほんまに。そうそうそう。全然もう5人でやってるんで、もう本当に作家さんも、もうみんな行っちゃってください。オンだけボタン押しといてくれたら、もういいよ、全然はげても。もう勝手に喋ってるんで、ほんとに。あ、一人動きました。確かに。こちら。また、また、こちらが動き出したら。だって考えたら、これ、チェルシー、コウさんがこうやってきたんでしょ。そうですよ。そうですよ。お金も。本当に。そう、本当そう。考えてみたら。そうです。そうじゃないですか。だから、井上さんも行ってきていいよ。井上さんとかじゃないよ。これで俺終わりやんな、じゃないですよ。いや、俺の流れからでしょ、あの山が動いたのは。不動が。あの山ってね。俺はあの山を動かしたんですよ。あの山はまず、すんごい怒る、今のは。なんでうおんっていう。あの山はやばい。コウズさんって言ってください。あの山は。山はおらんから、今動いてる。まあ良かったです。とりあえず行事が終わりましたんで。行事がね。ありがとうございます。美味しくいただきます。だから小島子ちゃんは時間制限あるから明日ね。はい。いただくんでしょ。そうです。夜は食べないんでしょ。はい。何時頃食べないんだっけ。六時以降。六時以降やったっけ。夜ご飯を今でも抜いてます。ライブがあるんでちゃんと。かわいそう。ライブで。そのベストパフォーマンス出せんのそんなに。無理だね。俺は無理だと思う。出せない私も。だってライブ何時からよ。ライブは、お昼と夜の部があります、ね、でしょ。だから夜の部なんか食べずに行くってことだよね。じゃあ無理だよ。無理無理。かわいそうに声出ないよ、うん、出ますよ。倒れちゃう。朝昼しっかり食べますよ。じゃあいやだからじゃあって私たちに食べないよ。これでも頑張ります。今の時点でお腹空いてんの。ペコペコです。そらそうでしょ。はい。でも意外とお腹鳴ったりとかせえへんよね。あ確かに。でも寝る前とか鳴ります。だからもう寝ます、うん、すぐ。なるべく早く寝て。それが一番いいわ。ね。ちょっと。え？おや？なんかね、お待ちくださいっていう。また！あれ？もしかして。あら！うわぁ！えぇ！あった！えぇ！はい？あら！ありがとうございます！お返し。かわいい。かわいい。お菓子と。お返し。え、何これ？スナック菓子と。お返しとお菓子をかけたのよ。お返しとお返し。優しい。たこ焼きのうまい。でもまたコウズさんですよ。うまいわ。すごい。ね、自腹でコウズさんばっかり買ってきてくださって。本当だよ。皆さん本当に一番偉い人パシって。ひどいわ。もうスタッフさんまでパシり出して。いやまたいいところのやつをちゃんと、ね、最後の最後ですごい。え、今買ってきたんですかね。いやもう用意してたんでしょう。あ、そうだけどスタッフに振るまではやっぱこっちも我慢しようと。急に持ってきたらなんか変な風に思われるんじゃないみたいな。ちょうどこの後の番組用に取っておいたから。ねえ、やめて。サクサクチョコレートパイだって。あー、いいじゃん。わー、絶対美味しい。絶対美味しいよ。ありがとうございます。美味しくいただきます。これでもうなしね。もうなし。違う。みんな神津さんに便乗しないで。そうそう。本当に。全部神津さんの自腹です。これでなし。ということで、はい、今夜はこの辺で。お相手は城島茂と城ヶ城河本と井上と川北真由子と小島真子でした。それではまた来週。さよなら。